対するトーレはクランが6分の4決めています。水杉へのサーブでした。古賀サーブバックアタック、ハワツブロード止めた、古賀ブロック炸裂。山内ちょっと乱れます。澤田、古賀が思い切って打っていく、決めてきました。